ワンピース、たかしをよく知ってるのかーい。こんにちは、でーす。あれーす。おはようございます。久々ですね。久々じゃん、どうしたの今日。いや、今日なんか、たかしのデースやるらしいんで、出て行きまして、やりたいと思ってきました。本当？今ね。何やるの？ちょっと企画の説明をお願いします。はい。じゃあお願いします。別室に高橋さんがいて、はい、で高橋さんにワンピースの質問をするんで、はい、でその回答を皆さんが当てて誰が一番高橋さんをよく知ってるかっていう。あいつが答えるの。俺ら答えに。例えばワンピースじゃなければ好きな食べ物は何って聞いて、高橋さんが好きなそれを当てるっていう。あー、はいはいはい、例えばそれのじゃあワンピース、ワンピースは計算が一番してないとおかしいってことですよね。そうです。確かに。高橋さんは言うて他人ですもんね。うん、まあ言うても他人だよ。言うなら何でも分かったあいつと別に。やりますよ。はい、それでは行きましょう。お願いします。高橋さんがガキさんのことだろ。うん、分かんねえな高橋さんの。はい、高橋さんの好きな、うん、ワンピースの男性キャラ、ルフィが一番って絶対言うので、うルフィの次に好きなキャラは何。わけわかんないわ。ルフィしか言わないじゃん。言わないよね。いや、でもルフィとかっていつも言うじゃないですか。うん、俺はありがとうって思った。ルフィの次。あじゃあ、あれでいくよ。ちょっと待ってください。はい、俺これでいくわ。はい、ちょっと待って、ね、じゃあ、ちょっと K さんから見ていきましょう。いいですか。はい、エース。おーい、それか。じゃあ、星さん。エース。おーハーフくん。はい、ゾ。言わなそう。あんま思い出語ってイメージないっすよ。言わなそう。絶対エースだと思う。おし、たかしの好きなワンピースキャラ、1位はルフィだと思うのですが、2位は男性キャラ。2位男性キャラ、はい、なるほど。悩むな。悩むんだ。2位はね、結構変わるんですよ。変わんのかよ。読んでる時によって忘れてないよな。ただ、でもやっぱりこのキャラが一番多い。エース。よーし、はい、イエーイ。よし、やっぱり身内の2人は強いな。なんなら一番最後だ。全然合ってない逆に。うんうんうん。これは一番そうだ、キーアーなんか正解一番多い人はなんかもらえたりするのか。あ、高橋さんからじゃあ、うん、パンティ。パンティ。パンティ。何何何何何だったら負けたいな。あの部屋から何か1個もらうとかにしましょうかね。おーい、よっしゃー。よっしゃ。じゃあ次の問題。はい、たかしさんの好きな、悪魔の実は、うん、前聞いたら多分ゴムゴムの実だって言ってたので、あ、その次に好きな、好きなにしましょうか。好きなでいくの。食べたいじゃなくて好きなにしましょう。好きな。この流れでいったらこれじゃない。でもその流れで来るかな、ちょっと待って。まあ一応ちょっと考えさせて。うるせえなさっきはそんなにうるさくなかったですよ。どうしよう、どっちにいくな。うるせえな。あ、どっちにしよう。ちょっと待って。じゃあ何ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけ待ってくれ。うるせえな。うるせえな。ありがとう。じゃあありがとう。やばい、やばいから。はい、ではじゃあ K さんから見ていきます。あ、俺からも。はい、はい、メラメラの実。そう来るよな。ちょっとこの流れでちょっとね、エース続きでいけるんじゃないかな。じゃあ星さん。メラメラの実。結局になっちゃった。カース。はい、もちもちのやつ。ああ、片栗。片栗のやつ。もちもちの実。なんで。あの、だってゴムゴムに似てるじゃないですか。ああ、いいそう。で、かっこいい。ああ、それはすごい。かっこいい。メラメラとね、迷ったんです。まあ確かにね。で、直近じゃないですか。分かる。いや、そうだね。でも、起きちゃったよ。ありそう。貸したいんだよ。悪魔の実で、はい、好きな悪魔の実、はい、ゴムゴムの実以外で、はい、一番。なるほど。お答えください。これも悩むよね。悩めだめだ。これだ。好きな悪魔の実でしょ。これだろ。今好きな。今に決まってんだ。ずしずしの実。は？寿司寿司の実。なんでだよ。なんすか寿司寿司の実って。寿司寿司の実って何？富士島じゃない？富士島だ。ああ、なんで？なんで？なんですぎそこ。どうですか皆さん。もう戦える気がします。なんで？なんでだよ。寿司寿司くるの。なんかしっかり考えたらバカみたいじゃないですか。ちゃんと考えてね。まあでもまだみんなまだな。まあまだね。行きます。こい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 。
たかしさんが思う上司にしたいキャラは。上司、上司、上司か。あれ近いねえだろ。それこそあれじゃないの。はい、早いなケース。それこそあれじゃないの。はい、ではじゃあケイさん。俺から。はい、そうか。タバコ好きじゃないじゃん。すげえ煙たいよ。うるせえな。絶対嫌いでしょ。僕嫌いな人は絶対嫌だよ。もう外れだ。あ、外れだよ。禁煙だもん。あの人消えたいから。うるせえな。じゃあ俺が、はい、ウシトラ。あ、そっか。正義感強い人が好きでしょ。ウシトラか。好きでしょ。さっきからね、結構固めてますからね。一番固めてない。固めてない。言い方でも外れてるからね。言い方固めてるのに外しても。そうそうそう。はい、ちょっとね、ちょっと違う気もするんですけど、上司とは。レイ。あー、師匠。あー、やばい。やばい、そこだ。これ、それだ。あ、それだ。すごい。やばい。ちょっと違う気もするんですけど。あー、やばい。師匠と上司は違う。意外と考えてて外すからね。そうなんですよ。一番恥ずかしい。わかんない。忘れれば外すよね。そう、忘れれば。いや、覚えてたらこれになっちゃう。よしよしよし。よし。はい。たかしさんがワンピースで上司にしたいキャラは。上司にしたいキャラ、スモーカー。うわー、やばくない？秒じゃないですか。すごい。タバコ？ほら、すごくないっすか。いや、これでちょっと審議にタバコ？タバコのこと忘れてません。忘れない。タバコ吸わないでもらっちゃうから。部下を守るっていうあれがあるから。すげえ。上司じゃないんだよ、レイディオだから。やっぱりね、なんで突然上からか。あんなカッコつけてやったから思いっきり潰しちゃおうと思って。下のこと忘れたんだよ。なんでだろう、確かに年々来たから来るかも。え、すごくないですか、でもこの辺り。どんな上も守るね。では、4問目。たかしさん一番好きなキャラはモンキー・D・ルフィですが、一番好きな、そのルフィの中で好きなゴムゴムの〇〇は何でしょう。ゴムゴムのがついて。でもこれはギアとかセカンド以降はなしにしましょう。え、なし。ギアセカンド以降なし。でも初期状態。初期状態。おぉ、これの方がいい。ブルーの前まで。ブルーの前まで。意外と。あ、えぇ、なんかそんなのあるけど。ゴムゴムの。ちなみにハルさんは何の技好きですか、ゴムゴムの。僕はゴムゴムの、そうっすね、やっぱりジェットが好きです。ジェットのやつがやっぱり。いや、なんか出せや。多分今俺よりにわかないから。ホントに俺でも出る。いや、星さん、でもちょっと違う気がする。いくよ。そのなんかね、シーンも含めてゴムゴムの、ほら、なきにしもあるんだけど、シーンでそっか考えないといけなかったから。いろんなシーンも含めてね、好きなシーンとか。なんとなく、ハーフ、はいはい、にわかハーフ、はい、はい、ピストル、はい。うおー、シンプル。シンプル。あの、なんかちょっとそう、シンプルなやつ好きなのかなって。まあ、ありそうだね。今回はもう、ケイさん、ガトリング。いや、で僕はレッドオークのイメージがあるんですよ。ギアまでありなら。そう、ありなら。じゃあ、ギアもあり、めっちゃ聞きましょうか。ポイントにはなんないですけど。そこは、その後に聞く。ポイントになりませんけど。はい、はい、どうぞ。ワンピースで、ルフィが一番好きだと思うんですけど。はい、好きです。好きな、ゴムゴムの〇〇で、ギアセカンドより前、シンプルなゴムゴムの〇〇。あー、なるほどね。ジェットとかもなしで。いやー、NS ロビー編より前。はい。はいはい。のゴムゴムの〇〇で一番好きな技は。好きな技。なんだろうなー。でもやっぱりゴムゴムの、悩むけどゴムゴムの、わずか。うわー、そっち。全部混ぜたらどうなんですか。まあやっぱギアセカンド、あー、でもギアフォースも好きなんだよな。で、ジェットピストル。ジェットピストル。やっぱり、なかなか、あ、そう。全部決めたらジェットピストルです。あ、ジェットピストル。むずいな。むずい。いや、むずいよね、これはね。シンプルでしたね、ものすごく。むずいんだよな。むずい。では次。はい。やべ、あっちだよ、でも。たかしさんが結婚したい女性は、ワンピースキャラ。うわぁ、うわ、結婚したい。結婚されました。結婚、昔とはちょっと見る観点が変わってんじゃないですか、やっぱ女性の。あー、それいいヒントだな。結婚系ね。昔はやっぱ性欲まみれの、性欲まみれだったか。可愛い、スタイルのいい人を選んだ。すごい噂ありましたからね、性欲がすごいと。フォローがないから誰ももう、誰も違う。これ今日真剣だから当てに行くんだよ。あれだと思うんだけど、でもあれで言っていいのか、もうちょっと考えよう。もうちょっと考えよう。いや、いるんだよ、本当に。本当に急になんか申し訳ないでしょ。あいつ、あー、でもあれもな。じゃあ、ハーフさん。はい。マヒさん。おー、いいかも。
K さん。おお。え、マジっすか。あ、かぶる。マジここかぶる。いや、だから結婚考えちゃう。まあ、この一アニメでも子供をね抱えてるシーンがあるんですよ。一番あと育ての親みたいなもんもありますね。ちょっとここじゃない？リアルなところ。絶対正解ですね。これは正解でしょう。強いじゃん。ワンピースの女性キャラで、はい、結婚したいキャラは女性キャラで結婚したい、難しいね。誰だろうな、結婚、でもやっぱり、まあ、波かな。じゃあ波、おかしい。正解は波でした。なんで、おかしい。なんで昔と変わってない性欲まみれの頃だよ。同じじゃねえか。結婚でワンピース、なんでよ。性欲ベースで考えないと。性欲ベースの男でした。性欲で考えてた。あ、そう。なんで考えてないよね。なんだよ。難しすぎる。変わってないじゃないですか。変わってないな。では、じゃあ次6問目。ワンピースで一番好きな回想シーン、過去編。過去編。ああ。過去。ああ、なんか。過去いっぱいあるじゃないですか。うわ、まあじゃあそのキャラクターでいいね。誰々。うん、誰の過去。うわ、めっちゃむずいな、それ。うわ待って、何個かあるけど、どれくらいありますかね、今。いっぱい。まあ、麦わらの一味と十ちょっとか、ローというか、いや、いっぱいあるけど、ノーランドとかね、その空島編の過去とかね。あー、まあ、どれって分かればいいです。ふわふわっとね。うん、ふわふわっと。むずい。全部泣くんすよ、だから分かんないですよ。だからやっぱり、結局の性欲ベースでやっぱり考える。性欲ベースで考えた過去編ってどれなの。なんだろう。じゃあ今1ポイントの星さん、頼む。三兄弟。なるほど。またここちょっとね、はい、ちょっとお気に入っちゃいました。ちょっとやめてよ、勝てないじゃん。そうですね、三十。ああ。ジェルマの方ですか。ジェルマの三十。かゼフトの思い出は全然込み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 、コミ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 、それわざわざジェルマで書いてる。そうだ、書いてる。あ、でもほら脅しとかで出てくるじゃないですか。いやいや別やん、それは。じゃあどっちどっちどっち。じゃあ今回はジェルマって。でもまあ一応コミみたいな。バカ気になったな。ワンピースで一番好きな回想過去編、あの縁が黒くなったは、うわ三兄弟。マジかー。やっぱりか。そう来るか。あえて狙いに行って外したね。こっちね、無難に三兄弟で書いときゃいいものを。全部全部入れてもどっちもいい。どっちでもよかった。どっちでもよかったですね。込みでもどうでも。三兄弟。よし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 。6枚ありました。今何ぐらい。3ポイント俺。2ポイント。やばい。ゼロゼロゼロ。絶対ダメじゃん。ゼロ。絶対負けないな。じゃあ次。はい。ストップ。カク、アーロン、バギー、どの花になりたい。カク、アーロン、バギー。全然、バギーだけちょっと違くね。タイプ違くね。なりたい。難しい。だってどれもマイナスだからな。バギー色ついて、バギーは色ついてんだよ。アーロンもちょっとついてますよ。あの色になっちゃう。あの色になっちゃう。ここ。じゃあ待って。そのまま移植するんで。そのまま。ではじゃあ、星さん。カク。Kさん。よし、若いな。おお。なんでカクがいいんですか。いや、ウソップならなんか折れそうじゃないですか。カクです。一番暮らしやすいよね。そうそう。あとなんか外国人に見えなくもない。ああ、そうそう。まあまあ、そっか。そういうことな。暮らしやすい。ウソップ。はい。カク。はい。アーロン。はい。バギー。どの花になりたい。いや、どんな質問それ。どんな質問。ウソップ、カク、アーロン、バギー。どれもすごい花だな。まあなんかネタになりそうだし、バギー。読めない。最後まで読めない。なんでだよ。すごいな。当てられる気しないっすわ。本当だよ。あれで生活できるわけないよ。バギーで生活考えてほしいよね。一回バギーで生活してる自分も。じゃあラストです。やばい。あ、そっか。ラストは5ポイント。やったー。よっしゃー。
しよしよし、やる気になってきたぞ。逆転できちゃうじゃん。よし、はい、いきます。たかしは奥さんの一番好きなところは。全然違う。ワンピースはワンピース。最後この日何だよ。知らねえよ。知らないよ。急にそう行くの。いや、わかんねえよ。 OK っす。もう早い。早くね。なんでそんな知ってんの。なんでそこ、なんで女性のことに関してはそんなに迷いない。あのね、あの性欲ベースだということだったんで、もうそれで。ええー、やばいよ。大丈夫かそれ。大丈夫な発言か。そんな気の利いたこと言えるタイプじゃねえから。うん、まあ、それは確かに。そうですね、それは確かにそう。こういう感じでした。じゃあ、星さん。優しいとこ。あ、そういう書き方。いや、なんでもいいぞ。あー、ケイさん。性格って書いちゃった。まあ言えばいいよね。性格っていうの言えばいい。性格が合うとか、うん、ああ性格が合うでいいですか。相性が合うにしましょう。ああそういうこと、そういうこと。ハーフさん、僕は見た目で、あの胸。いや、それは絶対ないと思うよ。やばいよ。それじゃないと思う。やばいな。もしもそういう人でしたら、ちょっと高橋さんやばいマジやばいやつ。違うと思うな。それを高橋さん5ポイント。高橋は、はい、奥さんの一番好きなところは、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ラスト問題。え、ちょっと待って、ワンピースは。それラスト問題だよ。いや、ワンピースはどこ行った。ラスト問題なんだよ、俺。はい、ラスト問題。いやいや、急に最後恥ずかしいやつじゃん、これ。5ポイントですか。一番好きなところは、ね、はい、何面でもすること。あー、まあ、やっぱ明るいとこかな。明るいところ。はい、知らねえよ、そんなの。知らねえよ。どうでもいいし。はいはい、全問正解でしょ、みんな。座っていいか。まあ、まずじゃあ優勝者は、はい、優勝者、はい、ケイさん。いや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 、さすがケイさん。3問正解ですかね。え、3問しか合ってないの。まあ、僕はちなみに2問2問、うん、一応聞いてみて。何問。僕ゼロ。俺のこと嫌いじゃねえ。むずいむずい。いやいや、でも言いたいですけど、上司でスモーカーってどういうことですか。絶対スモーカー。タバコタバコタバコ。そんなんどうでもいいぐらい。上司の上司。俺の部下に手出してんじゃねえよって言ったから。ああ、すげえ。やっぱベルゴに向かって、あのブチ切れる、部下のためにブチ切れる。なるほど。機会ある上司ってなかなかいない。結婚した人。なんだっけ。そう、結婚したい人。まあ、いや、ない、まあ、なみじゃない。なんで、なんでですか。やっぱ分かる。料理できなさそうじゃないですか。料理できる人。性欲だ。性欲だ。性欲だ。俺らは前田で性欲だ。ダメだけでしょ。性欲ダメだけでしょ。性欲だ。誰だ。誰だ。全員一致したんだから、こっち。だって、誰だ。誰だと思う。誰だと思う。え、ハブク。なんだお前。性欲重視だよ。性欲重視だよ。誰、誰にしよう。牧野さん、牧野さん。全員そうだよ。だって、いい奥さんね。そうやって、波視点で言って、はい、奥さんの好きなとこ胸って書いたら外したじゃない。なんでやるの。何考えしてくれるんですか。波視点で言ったら、ね、なんでそこしてやるの。性格よ、性格明るいじゃん、あの人。いや、他にも明るいでいいよね。ビビはちょっと真面目だからさ、やっぱりお姫様だから。やっぱお姫様はちょっとやっぱり苦思い。やるじゃん、怖い。男だってよ、明るいじゃん。いや、悩んだけど、男ちゃんはだって、男ちゃんはだいぶ小さいぞ。だいぶ、ワノクリエンドだいぶ小さいから。明るいじゃん。で、ケンさん、優勝商品の。あ、そうだ。たかしさんの部屋から好きなもの一つ持っていって。いやいやいや。お願いします。